こんにちは、ゆるもちです。皆さんこんにちは、青島ひなです。よいしょ今回はネタプリの落書きを3つ紹介したいと思います。ではまずね、プリを取っていきましょう。行こうはい、今回はこれ以上可愛くなってもいいですか2、こちらで取っていきたいと思います。行きましょう。いただきします。字が可愛い。じゃーん、出てきました。二人ともトップスが赤なので結構ね派手なプリになりました。スタジオに帰ってアプリで加工していきたいと思います。思います。ほい帰ってきました。わー、早速紹介していきたいと思います。使うアプリは LINE カメラを使っていきます。はい、一つ目は脳内メーカーのネタプリを作っていきます。ペイントで鉢巻き的な感じのセット。脳どうしようかな。何考えてるんだろう、いつも。特にいつも何も考えないんですよね本当に考えなくて。でも結構3つにザクッと分けられる頭かもしれないです。不器用がすごいバレちゃうのかそしたらこの T テキストを押して、まず一つ目やっぱ YouTube も含めてお仕事かなって。得意ですかこういうの。いや大丈夫かな、心配です。私次なんですけど、お仕事とテレビがすごい大好きで、ドラマとかバラエティすっごい見るんですよ。テレビっ子。そうなんですよ。なんで今日は何曜日だから、あ、今日は何のテレビやるとか、そういうことちょっと常に考えますね最後が寝ることですね。睡眠もう寝ることが本当に好きで、8時間寝なくちゃ疲れやすくなっちゃうので、次の日の仕事が何時起きだったら8時間寝るには何時寝たらいいだろうって考えたりするので。あ、寝る時間を計算してる。しがちな人で。じゃあ文字を埋めたら絵文字を作っていきます。お仕事の絵文字なんだろう。お洋服に関わることが多いので、この可愛いハイヒールとか。結構このプリ撮るときにアップ目で撮った方が加工とかしやすいかなと思います。私たち遠目から撮っちゃったので、加工は結構アップしなくちゃいけないので近目で撮ることをおすすめします。テレビの絵文字可愛くなさそうちょっとなんか真面目っぽくなっちゃいそうな気がして、まあ、ドラマとかあるということで、この映画のね、なんだろう、用意アクションっていう感じの位置にしとこうかな。カチンコって言うんですか。これカチンコ。ずっと用意アクションって言ってた長いそしたら寝る。もう寝るはね、もう今日簡単。人間を使えばなんとかみたいな。人間を使えば。じゃあうつ伏せで寝るということで、このこれにしましょうか いい感じ。おしまいです。じゃあ次、ゆるもちちゃん。あー緊張するな。とりあえずペイントで先に脳みそを囲います。これ難しくないですか、描くの。めっちゃ難しいですよね、このカーブのところが。そう、カーブやばい。まずそこで苦戦ですよねあ、最後ミスった。まあいいや。はい、すごい形がすごいでもやっぱ寝る、私も寝るですね。あ、やっぱそうですよね。もう一つは寿司。私もすごい好きです。美味しいですよね、めっちゃ。違う、寿司じゃダメだ。え、中トロだ。あ、中トロが一番の推しなんですね。そうなんです。ピンクにしとこう。確かに中毒これははみ出し気味に。あ、めっちゃはみ出してる中トロはみ出し気味に。で、寿司の絵文字をつけましょう。はい、寝てる顔。この辺だ。あったこれだ。寝てる顔。寿司もう一個入れとこう。 OK です。できました。できました。完成。私たちの脳はこんな感じです。皆さんもね、好きなものとかをね、書いてって作ってみてください。はい、2つ目はイッテ Q のネタプリを作ろうと思います。まずピックスアートを開きます。真ん中のプラスボタンで一番左の編集を押します。このイッテ Q ポーズをしたプリを
加工していきます。ステッカーを押したら検索をかけていきます。はい、ここでイッテ Q、 下の方に行けば、はい、あった、これ、あ、一番右のこれをピッと押したら、すごい、すごい。そしたらやっぱイッテ Q と言ったら他国に行ってるので国旗をたくさん貼り付けていこうかなと思います。はい、文字を押して絵文字の国旗のところ、一番後ろかな、あ、ここですね、韓国の国旗をつけます。はい、このぐらいかな、ペッと、もうペッとあります。じゃあ最後に眉毛を描いていきます。浮世さんのね、アップにして、あ、できた、あ、つな、え、繋がってない、繋がらない、やだ、恥ずかしい自分の顔でね、くらきちょっと心が痛いノリくっついてるからどうぞ、じゃあ自分の顔へ、はい、もうちょっと太くしよう、あ、太すぎるあ、いいや、これで完成しました、完成しました、わやっぱりもう国旗も眉毛もロゴも派手なのでね、派手でいきましょう、この次は面白いですね、うん。じゃあ最後3つ目はですね、ベル TV のサムネ風の加工をしていきます。いきます、ピクスアートを使っていきます。プラスを押して編集、このポーズのプリボ使います。そしたらさっきと一緒で検索でベル TV と調べたら出てきます。あ、出てきました。そしたらまずね、手のひらに乗せるロゴを使います。かわいい、はい、おお、すごいいい感じ、お、はい、じゃあそしたらね、違うステッカーをバラバラバラと使っていきます。はい、何にしようかな、でもオープニング出てくるブラシからつけていこうかな。おお一瞬なくなったネイルの下の部分をね、塗っていきます。お、お、いい感じだ、できた。じゃあ、ゆむちさんなんか、じゃあ、口紅、お、かわいい、口紅、おー LINE に置いとこうかな、塗ってる感じで、うん。じゃあちょっと夏なんでね、サングラスをかけたいと思います。リボンつけます。うん、かわいい。次、さくらんぼをつけようかな、かわいく肩ぐらいに乗せとこうかなって思います肩にさくらんぼ、かわいい、派手にね、やっぱサムネなんでね、派手にしましょうということで、次は、あー、もう無言で押しちゃったよし、これ貼りましょう、これでいいかな、はい、じゃあスタンプはこんな感じで一回保存します。はい、この左下の保存をして保存、そしたら次はフォントっていうアプリを使っていきます。カメラボタンを押して写真アルバムを押します。これですね。そして文字を入れていきたいと思います、うん、サムネ風の文字、うん、とりあえず名前からいきます。はい、ひな文字でいきましょう色どうしようかな、ピンク、え、かわいい、え、ピンクが種類がいろいろあるんですね、幅を上げれる、あ、あ、どうする、上げれた、これでいきましょう。で、サイズを徐々にマイナスできるんだ、すごいはい、メルプリ、ハートつけとこう、あ、かわいくなりました、ちょっと太め、かわいい。あともう一個ぐらいね、何か描きたいよね。なんだろう、プリの加工方法をお届けしてるから、この加工びっくりっていう方もいるんじゃないかなと思うので衝撃とか、衝撃、びっくりマークつけとこう、おー完成しました。あ、すごい、はい、終了いたしました。皆さんいかがだったでしょうか結構3つともなんか派手だったり女の子っぽかったり、3つとも種類が違ったので、皆さんそれぞれ好きな好みのものがあったんじゃないかなって思います。私は最初の脳みそのやつ、 あれ面白かったです。結構面白いですよね、うん、また違うプリクラとか撮った時にやってみたいなって思いました。そうですね、はい、今日の動画はここまでです。明日の動画はこちら、スターバックスに売ってるフードを全種類制覇したいと思います、うん、食べたい、これが食べたい、まあ、これにしたい、何でこくない、おいしい、まだいっぱいあるから、ガチでそれ